どうも菅大地です。どうも元です。どうも杉です。ということで本日は千葉県にあります千葉いすみゴルフクラブよりお送りしております。杉さんの逆襲が今回は見れるかもしれません。今年何回目ですかこれ。はい、行きましょう。2回目です。5番ホールパー4、375ヤード。パターですね、本当にゴルフは。ほう、右結構えぐってきましたよ。いや、感触はとてもいい。白から334ヤードです。ほう、ナイスショー。ナイスショットすぎましたかね。あ、大丈夫。ナイスです。いいショットでした。ナイスショット。うわ、めっちゃいい。なんかザック・ジョンソンみたいでしたよ。すいません、めっちゃ。ありがとうございます。すいません、なんで罰金です。95ヤード、56度です。おい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 。86ヤード、52度。あっ、こっ。78ヤード。さっき買ってきた58で頑張ります。入るアングルだよこれ。ナイスです。おー、入りそうだった。第一塾の杉さんは9番アイアンでいきます。ランニングアプローチです。もうナイスストップ。いやいや、2パット圏内としては合格ですよ。ありがとうございます。事故らない、それが9番アイアン。52度で。ちょっとトップに入っちゃいましたかね。いや、弱い。 OK、 ありがとうございます。ナイスボギー。ありがとうございます。いいっすよ、そういうパットをまずは繰り返すことは大事です。ちょっと弾んじゃいましたね。はい、今サイって言いましたね。サイって言いました。わー、ちょっとなんか打ててないし引っ掛けてるし。ケース、いいです。良くないです。パットが良くないです。よし、いきます。イエス。6番ホール370ヤードパー4です。はい、池がありますね、グリーンの手前に。あります。300ちょっとですね。おお、びっくりした。ティーが真後ろに飛んできました。左のラフ。おほほほほ。ええ、木に弾かれてフェアウェイにカムバック。え、杉さんのドライバーがいいイメージになってる。おお、ちょっと下から入ったけど、どこ？どこですか？なんかあそこの木のところポンと。ユーティリティで刻みます。18度です。おお、超ダウンブロー。若干天ぷら気味でしたけど、いい感じ。おお、いいとこ、いいとこ。ナイスです。5番ウッドですか。はいはい。越えてくれ、なんなら池で跳ねてくれ。え、114ヤード、52度。いい入り。このアゲンストとぶつかってどうなんでしょう。は
一緒です。ほう、素晴らしい。戻ってきてしまいましたが、素晴らしい。ありがとうございます。戻ってきた。プロじゃないですかね、プロ。はい、103ヤード。はい。52で。52でいきます。ちょっと左下がり。いい感じ。ちょっと左か。ヘタっぽい今のは。ありゃ。大体50ヤードはないな、40ぐらいか。いい感じ。でかかった。うん、ナイス。入れ。いいよ。イエス。ナイスです。ナイスボギー。ありがとうございます。ナイスです。今日流れがいいな。流れがいい。レッスンのおかげです。パターレッスンはしてません。ちゃんと当てろ、ちゃんと。弱い。いやー弱い。おお、ナイスパット。ナイスパーです。ナイスパーです。いい。いけ、入れ。よ、よ。おお、分かった。ナイスパー。ナイスパーですね。イエス。絶対またがなくて入れる。7番402ヤードのミドルホールです。はい。ちょっと右上に上がっていく感じですね。まっすぐ出たけどちょっとフックしてます。下から入ってます。ところちょっと下から入ってます。白から363ヤードです。ほー、ハーフテンプラみたいな感じでめちゃくちゃ飛んできました。カブレラですね、カブレラ。カブレラの弾道。西武ドームには当たったところがついてますからね、うん、耐えて。7番アイアンでフェアウェイに戻します。はい、ナイス。行き過ぎてない？大丈夫です。ありがとうございます。131ヤード。はい、はい、ピッチング？ピッチングで。はーい。うまっ。ライン出し。一緒です。すごい、ナイス。ありがとうございます。131ヤード、ピッチング。はい、若干出てますね。だがね、普通に打ったら当たる高さ。無事通過してくれることを願います。お、下から行ったよ、下から行ったよ。ちょっと左。うん、ナイス。60ヤード弱。うん、多分今のは杉さん普通に当たっても弱いです。全然体動いてなかったですよ。だから今ちゃんとね、距離を測ってなかったんで、ちゃんと距離を知ってほしくて測ってもらいましたし、いつもやってる練習の振り幅をもうちょっと思い出して振ってほしかったなというところがありますね。思い出します。うまい。いいよ。ありがとうございます。ナイスオン。ありがとうございます。ナイスオン。これができるんですから、集中すればできますよ。さっきのも集中します。上りのほぼストレート、ややスライスラインって感じですね。ちょっと右出た。うん、まあまあじゃないですか。はい、いいと思います。ありがとうございます。先生のおかげです。いきなり大きな声出さないでください。ごめんなさい。上りのスライスラインです。こういう時には欲張らないよ。あー、うん、ネスタチです。ナイスパー。です。いや、今ワンチャンあったな。おー、ナイスアーチ。うん、ナイス。いい外し方できてますよ。おー、ナイス。ありがとうございます。
と。それが入ります。パーです。パーです。パー量産してる。8番、166ヤードです。直線、打ち下ろしのショートホール。8番でいきます。ちょっと風は前気味ですけど、フミヤ君みたいな低いフェード打ちたい。まっすぐ。頑張ってこれ、ね。センター。ナイスです。待ってまっすぐ。ありがとうございます。124ヤードのフォロー52度でいきます。いい感じよ。ちょっと右か。杉さん9番でいきます。あっちょちょい。ゴロ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 。ミスはしましたが、結果的には全然問題ないです。ここをきっちり乗せて、はい、30ヤード。52。ああ、ちょっと上向いちゃった。お前です。杉さん、パターでいきます。ここはボギーにしたいところです。寄せて。いいよー、悪くない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 。いやー、ナイスタッチ。いやー、ちょっと浅かったかなー、系です。いやー、パターがちょっといけん。ちょい上りのフックラインかな。いやいやいや、そして結構行っちゃった。おお、危ない。いや、ナイスボギー。左隅から。ナイス。よし。566ヤードのパー5です。566。おお、右だ。これはあ、左に跳ねたから大丈夫っぽい。518ヤード。あーっ、右か。耐えて耐えて耐えて、飛んでるからな。でも耐えてそう。鳥が逃げた。大丈夫じゃないですか多分。あそこはどうなってるの。耐えて。右。みんな右の斜面行きました。杉さんどうぞ。5番で行きます。はい。おお。ナイスアウト。ナイスアウト。ありがとうございます。出しました。フェアウェイまで来ました。おお、ナイスナイス。ちょっと右のラフですけど。はい、どうぞ。5番ウッドで。5番ウッド。おお、耐えて耐えてる耐えてる。すごくナイスショット。ありがとうございます。おお、ナイス。はい、220ヤードの打ち上げ、5番アイアンです。しっかり打った。宣言通り。え、打ち上げ236。はあ、刺してった。おお、これは良さそう。どこまでもまっすぐ飛んでた。うん。杉さんから90ヤード。トップした。ちょっと左。おお、緩めすぎましたね。随分随分緩めました。あの当たり自体は悪くなかったですけど、まあ、ピンが一番奥に切ってある。
いやいやいや、ナイスですよ。ありがとうございます。ナイスさん。うわ、すごい残ってるこれ。いや、私の3打目どんだけオーバーしてんのってぐらいオーバーします。どうぞ。はい、52でいきます。はい。もうちょいもうちょいもうちょい、まあ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 2パットでいけそうなところ。さっき買ったウェッジ頑張って。逆目でした。この落ちたところが、あ、止まっちゃうんだ。杉さんから登ってすぐに下っていく、難しいです。2パットでいったら100点。いや、これうまいんじゃないですか。あー、もうちょっと前だったのか。ナイス、ありがとうございます。出ちゃう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 、オフ。うわー、いっちゃ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 い、巻き戻し。いや、入った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 、入らないんだ。やばいよ、危ない。ナイス、ナイス、ダボです。うわー、切れないんだ。それを入ってほしかったですね。はい、2往復してしまいました。やっちゃいました。何打ですか。10打です。あちゃー。私は3オーバー、杉さんはおそらく51かな、前半。そうです。ナイスプレー、悪くないですよ。ありがとうございます。ベストスコアペースです。で、モタさんが最後10打っちゃって、多分ね、同じくらい、50いったかいかないかくらいかな。